鈴木岩次郎は、明治の実業家、鈴木商店創業者。生まれ年については、天保十年説がある。名前について岩次郎と表記している資料もある。二代目、鈴木岩次郎の足軽の次男として生まれる。生後すぐに魚屋に養子に出されるが十二歳頃に、養子先から出て、菓子賞のデッチとなる。その後神戸、 長崎へ菓子屋方向をしながら移り住み、大阪の米雑国問屋の辰見屋の下働きとなる。辰見屋は、駒物商から始まり、佐藤商としても成功しており、1874年に、店の一つを譲り受け、神戸に鈴木商店を開業。1877年に、姫路銀行の頭取、岡久平の媒介で、姫路の漆商、丹波屋の娘にしたよねと結婚。 米は再婚であった。1882年に神戸石油商会を設立、商能、発火と商いを広げていった。1886年には神戸有力八大貿易商の一つにまで発展した。神戸の砂糖は当時、香港のバターフィールドとジャーディン・マセソンの砂糖の輸入に限られ神戸外国人居留地の代理店を通し、 辰巳ミ女性の藤田助七ら特定販売人に独占されていたため、岩次郎は両外商などをしていたが、明治21年頃に香港市場から千秒の砂糖を買い入れ、政党の時期輸入を始める。1891年に神戸商業会議所議員に当選。1894年に病気で急逝。その後、残された米が金子直吉らと、 鈴木商店を世界的企業に成長させていくこととなる。1877年に初代と四年の長男、徳次郎として生まれる。初代の没後、家督を継いで二代目、鈴木岩次郎となる。1923年に台湾銀行の主導により、鈴木商店は持ち株会社的な鈴木合名会社と事業会社としての株式会社、鈴木商店に分割され、 二代目岩次郎は、鈴木孔明の筆頭理事社員、株式、鈴木の副社長に就任。1918年、柳原義光を社長に担ぎ上げ、鈴木商店幹部の金子直吉らと共に、大正生命保険会社重役に就任。1919年には、台湾に不動産開発の日本宅食株式会社を設立。1926年時点で、 鈴木グループ各社の役員を兼任していた。創日の遠隔紹介、日本工業クラブ編、日本の実業家では、岩次郎。神戸大学経済学部教授加護屋忠夫は2005年11月23日付、日本経済新聞の文中で、岩次郎としている。ABCD 鈴木岩次郎鈴木商店記念館、鈴木岩造鈴木商店記念館1870年と、 する資料がある。ABC 佐藤の巻根尺物語神戸新聞九百二十三点七七から九百1923.84辰宮久七の人となり、鈴木商店記念館、鈴木岩次郎鈴木商店記念館大発展をなしつつある、対象生命保険会社大阪毎日新聞九百十八点一二十九日本拓殖内容目論秘書より見たる、 台湾日日新報1919.108日本拓職による不動産開発鈴木商店記念館官報第828号除任及び事例1929年10月1日ありがとうございます。